ちは、ゆずタイムの時間です。この番組は京都電工株式会社の協力でお送りします。さあ、今日は脳トレインストラクター、そして学習療法士、スカイ推進員、いろいろな肩書きをお持ちの方をお迎えしています。自己紹介をどうぞ。はい、前川佳代子と申します。1937年8月11日に生まれました。ほやほやの79歳です。はい、今年から山の日というのが設定されて、はい、8月11日で国民の祝日になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。毎日毎日、面白いと感じる心を育てて脳を使いこなすというふうに、自分で考え、そしてまた一人でも多くの方に知っていただこうと頑張っております。素敵なお話をしてくださる方がいらっしゃるよっていう声を聞いて、今回番組にオファーをさせていただきました。番組にタイトルもつけてくださっています。健康寿命って伸ばせるもの、っていうタイトルなんですね。さあ、どんな思いを込めてつけてくださったんでしょうか。寿命は神様任せではダメなんですよね。うん、平均寿命という言葉はよくお聞きになると思うんですけれども、健康寿命というのは自分が自分で自立していられる、その健康な寿命になります。はい、平均寿命と女性の場合12年ぐらい差があります。今年76歳というふうな超えた平均寿命が出ましたけども、はい、それを引いてみれば、12年引いてみれば、本当に長い間自立できないで介護を受けたり、あるいは寝たきりになったりということを、まあ自分で感じ取らなければ、なかなか健康寿命っていうものが出てこないんですけど、実は健康寿命は自分のやり方次第で伸ばせるんです。例えばどんなことすればいいんでしょうか。東北大学の川島隆太先生っていう方が、はい、21世紀に入った頃から、うん、随分研究をなさっているんですが、うん、日本の中ではなく、もう世界に知られている学習療法というのを編み出されました。はいはい、脳の中にある一番おでこの内側、はい、前頭前野という部分が、脳細胞が萎縮したり、あるいは脱落したり、壊死をしてしまったりすると、もう完全な認知症になると言われております。はい、認知症というのは老人に、高齢者に対して、本当に大きな病気ですね。で、これはもう85歳の約半数は認知症だと言われておりますし、75歳から急増すると言われております。95歳に至っては8割が認知症。はい、100歳寿命というのが非常に、今言われておりますけども、認知症で長生きしたってダメですよね。そうですよね。簡単に予防する方法なんか一つ教えていただけますか？そうですね。その今言われている前頭前野に血液がたくさん流れて酸素を運んでくれて、はい、細胞が萎縮したり壊死したりしないようにしている、ということなんですが、はい、手遊びをしたり、声を出したり、それから、筋肉を鍛えるという意味でも、はい、体を動かす、歩くっていうようなことを、やることによって、それはどんどん活性化してくれるということが分かっております。はい、さあ、前川さんが1曲目の曲を紹介してくださいます。お願いします。タイトルをどうぞ。はい、愛の賛歌です。愛の賛歌といえば越路吹雪さんの歌で、岩谷時子さんの訳詞がもうほとんどイメージされるわけですけども、私は退職してからしばらく10年ほどシャンソンを習っておりました。はい、そこで三輪明宏さんの愛の賛歌というのに出会いまして、発表会で歌わせていただきました。この歌詞が元の歌手であるフランスのエディット・ピアフの歌い方になんかぴったりきたものですから、とっても印象的なんです。押し寄せたとてあなたがいる限り、私は恐れない、愛する心に
たが言うなら、この黒髪を何色にでも、あなたが言うなら、たとえ地の果て、世界の果ても、あなたが言うなら、どんな恥でも耐え忍びます。あなたが言うなら、愛する国も、友も捨てよう。実は私の大先輩、大学が一緒なんですね。あ、そうですね。京都教育大学の体育学科、はい、そして府立高校の先生を38年勤められて、はい、その後に脳トレインストラクター、学習療法士、フリー講師、スカイ推進員としてご活躍されています。さあ、2曲目の紹介をお願いします。はい、2曲目は私やっぱり昭和の人間なんです、はい、美空ひばりさんが大好きで、中でも愛さんさん、はい、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、今日、石原裕次郎さんですね。2曲目です、はい、2曲目です、はい、はい、石原裕次郎さんの、はい、お前にゃおいらがついている、この言葉にしびれてました青春時代を思い出します。前川さんの年齢が3つ上なんですか？あ、石原裕次郎さんは三つ上です。はい。では、裕次郎さんの歌声をどうぞ。定めと諦めず涙を拭って生きるのさ。お前にゃおいらがついている、この手をしっかり握りしめゆこう。茜に燃えて流れる雲の果てまでも、冷たい雪夜の今夜を最後の乾杯だ。お前にゃおいらがついている、弱気を出さずに今日限り行こう。都の夜空流れる雲の果てまでも。とても生き生きされている前川さん、いろんなキラキラした言葉を聞いたんですけれども、一つ印象残っているのは、自分から求めて自分を震わせるものに出会おうっていうことなんですね。まあ感性ですね。同じものを見ても本当にああ素敵って思う人と、何気なく流れていく場合と、自分からそういう気持ちで感性をこう研ぎ澄ますというのとはちょっと違うんですけども、もっともっと働かせてみたら、目に映るもの、耳に入るもの、とっても心を震わしてくれるものがたくさん周りにあるんです。ちょっとタイトル聞いただけでも、茜に燃えて流れる雲って言っただけでも胸が震えるんです。そういうような気味合いで、はい、さあもういよいよ3曲目になります、ご紹介お願いします、3曲目が美空ひばりさんの愛さんさんです、はいはい、これもこの中に出てくる、ちょっとした不運にめげないで、はい、愛を求める、愛って本当に素敵なものなんですけども、この歌詞に惹かれてよくカラオケで歌ったんです。私のお聞かせてください。はい、お箱です。Thank you.
雨さんさんとこの海に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は悲しい悲しいものですね、それも過去たちは優しくまつげに行こう、人生ものですね。自分の健康は家族への贈り物。自分の脳を使いこなしましょう。老いを楽しみましょう。キラキラした言葉が前川さんからいっぱい聞くことができます。来ていただいて講演をお願いしたいなっていう方はお電話してもいいですか？結構です。はい、あちこち行かせていただいていますので、どうぞ。お電話番号言っていただいていいですか？はい、自宅の電話は 075-365-0938 です。前川佳代子先生です。075-365-0938 です。さあ、皆様にメッセージがありましたらどうぞ。はい、人は順送りと言いますけれども、私もなかなかまだまだ女性が、仕事をしていくというのには、周りの条件が整ってなかった時代にやったものですから、社会からいっぱいいろんな、お手助けをいただきました。今や女性キラキラと輝いて、あちこち新都知事も誕生いたしましたが、恩を受けたものを次の世代へ送りたい。今ボランティア活動に一生懸命、音読ボランティアをされてるんですね、はい、視覚障害者の方への音読ボランティアグループさえずり会に入って、はい、とっても楽しく過ごしていただくためのことを活動しておりますし、子どもたちに絵本などの読み聞かせも頑張っております。本当に今日はありがとうございました。本日は脳トレインストラクター、学習療法士、フリー講師、スカイ推進員の、前川佳代子さんをお迎えし、健康寿命って伸ばせるものというタイトルでお送りしました。前川佳代子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はゆうでした。